でこの時にリードをグイって引っ張ったら怖くなってきてまた止まるんです。そう、あえて止まってるんです今。私が動いたらね、はい、これが練習でめっちゃいいと思うんです、はい、そうやったら降りる時も私が動いてる、ごめんね、いやーもうイラつくいやーもう思う通りにならへんから、なんや今日そう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 、これが逆にめちゃくちゃ運動量取れるんです。ゆっくり歩いてゆっくり階段を登って階段を降りていくっていうことをしていたら足怪我する恐れも低くなってくるし、上がっていく